一口駅名解説へようこそ。今回は、京王線の、飛田給駅、の名前の由来について解説していくよ。まず、飛田給の給の字は、宮殿のことを指すよ。中世の土地制度では、荘園という私有地が日本中にあったけど、この荘園領主が、土地管理を任せていた人たちに対して配った田んぼが、宮殿なんだ。宮殿では税を取られることはなく、そこでいた富の全てが宮殿所有者の懐に入ったよ。それでは、飛田給の、飛田、は何か。これには二つの説があるよ。まず一つ目は、飛田さんという荘園領主からもらった宮殿だからという説。そして二つ目は、秘伝院が所有する宮殿だったからという説だよ。秘伝院とは、お寺に付随した福祉施設で、貧民や、孤児、病人を救済していたよ。この秘伝院が所有していた宮殿だから、秘伝宮、となり、漢字と読み方が変わって、飛田宮、になったというんだね。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。